このね、マクミラン・エステートのこのここ、マネキン、これ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 、ここで、まあ、お兄ちゃん、白衣のお兄ちゃんでいたら、まあ、マネキンと勘違いして、サバイバーがここを通っちゃうんじゃないかみたいな、ちょっとでも、キョロキョロするとあれかもしれないんだよな。でも、これがうまくいけば、要は、狡猾で信用もしない上に、しか、あ、音、いた。ちょい行ってみよう。ちょい覗いてみよう。ちょい覗いちゃってみよう。ふり。待つぞー。おー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 おお。あらららら、いや、試させていただきますよ。マネキンお兄ちゃんが。で、ギリギリにしといて。はい、ご覧の通り。たとえクリアリングを生存者がかけておいてだね。で、ここの上で待ちたいね。こういう、ここの階段。で、発電機めっちゃ進んでるんで、右。この階段で仁王立ちしてて、これ死角が多いんで、サバイバーは、よし、上の発電機、音鳴ってるね。バー走ってきたところで、お兄ちゃん、ズドンですよ。よし、後ろ助かってる。そのままこっち来て、そのままこっち走ってきて、どう？普通は走ってくるよね。あれ？ちょっと待って、あのワンパン切れる、ワンパン切れる。まずまず、ああ、もう時間、ちょっとこれ場所をもう一回変えるか。ダメだな。うん、変えた方が良さそうだね。ここのもう一回ワンパン切れたんで貯める必要もあるんで、ここで待ちます。これどうで、右から現れた生存者があの中に知らないで入っと、気づいていなかったですか。そう、ここです、アダム君。そういうことだ。せい。いや、でもなかなかうまくいかないな、これむずっ。はっはっはっは、アダム君、いい階段の死に方している。いや、むずいなこれ。ちょっともう一回チャレンジするか。この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイレイトっていうわけで、お兄ちゃんでひたすらね、立ち目め、狡猾立ち目めをね、試したんだけど、やっぱね、最愛のネタだよね、あれ。なかなかうまくいかない。うん。そんなわけでね、おそらく切り取りでちょこっと良かった部分、動画にして、頭のところにくっつけてると思います。今回は、無限ワンパン持ってきてます。あとはね、堕落、最近使用率がトップクラスになってるらしい。ケーキ漬け、やっぱ見てたな。違う人だった。いいね。あと玩具、まあ、やっぱレベル3無限になった時に信用ゼロの状態だとかなり厳しいもんね。吸えるだけ吸っとこう。これが一人分か。たった人間一人分これだけなのか。なんか悲しいな。いいじゃないか。後でひどい目に遭わせてやる。で、狡猾を使う場面がね、やっぱマップに左右されるっていうのもありますし、あとボイスチャットパーティーだった場合、VC だとその共有されちゃってもほぼほぼ無意味になる、っていうのもねありますね。で、無限ワンパンとケーキ漬けは非常に相性がいいと、まあ、ダウン狙うことができるんでね。上は結構進む、何も触ってないっぽいね。真ん中らへんうろうろしときましょうか。あ、でも2人しか発見してないけど、2人でだいぶ吸うことできたね。これはもう無限ワンパンいけそう。
いるね。一回気づかないふりして蹴ります。分かってます。その一瞬が命取りなんじゃないかい、ハゲドワ君。ケーキ漬けで爆発だ。というわけで今回おすすめしたい海外ドラマ Amazon プライム限定、私前めちゃくちゃおすすめしてた、ボーイズというもうヒーローものがね、もう政治そして、インフルエンサー芸能人タレント、はい、こういったものに関わってくるような本当にタレント扱いというかもう本当にね事務所に所属しているインフルエンサーみたいな感じの扱いを受けているタレントみたいなね、ヒーローたち、ここでどうだろう、効果数来るかな、タレントたち、タレントたちじゃない、あのヒーローたちがいてですね、まあ、そのヒーローが、まあ、いろんな事件を起こすと、普通の人間、のようにミスも犯すし、あれ、いるぞ、事故も起こす。おー、やるじゃねえか、届くかもしんない。イエス、しかもケーキ漬けというのね、あのプラスめちゃグロ、シリアス、ダーク、こういったものが兼ね合わさった、もうほんとマーベルとか DC とか他のヒーローもののね映画とはね一線を画するぐらい、まあちょっとシニカルな映画で、ジェン・ブイっていう、ドラマがザ・ボーイズのスピンオフとして出ました。こちらね、その要はザ・ボーイズ、でセブンと言われる選ばれし7人のヒーローがもう超有名人扱いで事務所に所属してるわけですけども、来てるな、やるね、そっちにいるな。このセブンになりたい優等生たち、はい、学園もの版のザ・ボーイズみたいな。この学校ではですね、まあ、特殊能力を持った、生徒たちばかりいてですね、でこの生徒たちが、まあ、この中でランキング付けされ、上のランキングの人が、まあ、将来セブンに任命され有名人になれるよと。あれ残ってるというのはボン、そういうことだ。世界戦の学園ものなんですね。でザ・ボーイズのコンセプトを十二分に引き継ぎ、もうグロあり何でもありの、とんでもない学園ヒーローものになってます。トレーラーの一部になってるんで、ちょっとね一つ能力言いますと、小さくなれる人間がいてね、その小さくなれる人間、まあどうやって小さくなれるのかみたいなのは、ね、ぜひ見て、判明してほしいんですけど、分かってほしいんですけど、来てる、これが狡猾お兄ちゃんだ。しかもケーキ、見てほしいんですけども、あるなんか警備員の男の耳の中から出てくるシーンがあるんですよね、トレーラーで。耳の中はもう血だまりでブワーみたいに出てくるみたいな、やばいよね。そんなことしてていいのかい、君。雲はないとはいえレベル3マイケルお兄ちゃんだよ私は。そういうことで、なんか上にもいるな、いないのか、ちょっと進めただけが。 GENV、 ジェン V、 まあ、ザ・ボーイズ見たことあって面白いよっていう人はもう絶対見た方がいいですし、まあ、そういうヒーローもののシニカルなやつを見てみたいっていう人もぜひ見てほしい。こっちに逃げてきてるな、これはガングの人じゃない。あれ、なんかもう一人叫んだな、
多分のぶちゃんがあの2階にいていじってて叫んだんじゃないかな。声でわかるね。ということはドワイトはこの近くにはいない、もしくは発電機をいじっていない、まあいても発電機をいじっていないという状態でしょう。降りたな、助け行くかもすぐ。はは、オッケー。ちょっとこれここで待ってみようか。この2階の角で待ってやる。護衛層、そしてあそこで救出された生存者が、よしあの2階に急げって言ってここに来たところでズドンだ。さあノブちゃん、救いに来な、そのネアを、あ、民家、あれ行かないな。お、だ大丈夫かこれ。あれ発電機全部交代しちゃった。え、あれちょっと待って、ドワイトの声聞こえる、走ってる、下だようこそこのシーンをなんだなんだ、突然現れたみたいな。あれちょっと待ってよ、今信子の声聞こえたなってなってたね、ドワイトね。ん、あーここ触ってたのか、救出せずに行ってたわけだね。まあおそらく狡猾お兄ちゃんって分かって、もう安易に近づけないっていう状態。おお帰ってきたね、これが狡猾お兄ちゃんのパワーだ。どこにいるか分かんなかっただろう、恐ろしすぎる恐ろしすぎる、これが。ちょっと待って、違う、あこっち、よしよしよし、そういうことだドン、そういうことだ。あとはドワイトボーイ、あれ、いやそう時間は経ってないんで近くにいると思うんだけど、んどこ行った、あ、声聞こえる、ようこそ。さてさて、お、いいね、これが狡猾ワンパンお兄ちゃんだいや面白かったな、楽しいよね、うん、遊び心があるこういうプレイ私大好きなんだよね。あ、そんなわけでね、あのプライムビデオ限定になってるんで、このジェン V ぜひ見てください。ありがとうございます、対戦ありがとうございます。あ、アーカイブスからマちゃんの下のままだった、何、新しい歯車だとそれでは皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベリクラでございました、お疲れ様です。そういうことだ。